こんにちは。こんばんは。試合後、昼寝していたらこんな時間の投稿になってしまいました。さてさて、早いもんでリーグ戦も残り3試合となり、残りは清水、甲府、山口となりました。金沢の降格圏の21位以下が決まり、残り1枠がどうなるかといった状況です。言い方悪いけども、大宮は決まったもんかと思ってたけど、一気に残留ライン、上げてきたね。今年は過去最高だった勝ち点40を超えてきそうです。さて今週のロアッソは岡崎誠の入籍と、怪我で間に合わないかと思った道脇が U17 ワールドカップインドネシア2023のメンバーへの選出が決まりました。今節の対戦相手は清水エスパルス。現在は自動昇格圏の2位です。ただそんな清水も混戦のリーグ戦では1敗で2位から陥落しかねない勝ち点差です。ロアッソは前節いい転換で試合を進めながらもやたら時間がかかった。オフサイド判定から崩れてしまい大敗。残留のためにレノファ山口との最終戦までに1勝が欲しい状況です。ロアッソのスタメンは2名の入れ替えと立ち位置を入れ替えてきました。3トップは出場停止明けの松岡が復帰。前節左は入った伊藤は中央に。中盤は左の田辺が外れ、竹本が左に戻り阿部が右に入ります。そしてベンチには前節不在の江崎と怪我で離脱していた大本と大崎が復帰しました。清水はまるで J2 とは思えないメンバーだね。そうですね。前回対戦時には主力がかなり不在でした。なんでもこの試合は今シーズンのポゼッション率がリーグで、1位と2位の試合らしいですね。この試合は序盤から清水のハイプレスが牙を剥きましたね。あれだけの技術もフィジカルもある選手が組織的にプレスをかける。奪われて、引っ掛けられてショートカウンター。こちらのプレスはかわされ続けられました。ロアッソが行う同サイド圧縮からのダッシュと突破が効かない。いつ先制されてもおかしくない状況。そんな中でセットプレイからど真ん中から阿部がヘディングを叩き込みます。ただこれはオフサイドで認められず。阿部はオンサイドですが、おそらくすぐ横で阿部と一緒に飛び込んだ岡崎が、蹴った時点でオフサイドポジションでボールに関与しているとの判定でしょう。私は蹴った瞬間にオフサイドだと思いました。ただまあ阿部のヘディングは良かった。そうですね。今まで決まったことはなかったと思いますが、阿部の謎のポジショニングセンスがあります。サイドバックらしからないよね。初めて阿部を公式戦で見たのは2021年の終盤戦。特別指定で交代で入ってきました際に川原のコーナーから2本合わせました。その時はこれが福岡大学時代の得意の形なのかな?って思ってましたが、昨年の東京ヴェルディ戦での得点といい独自なものですね。話は脱線しましたが、今節は即座に判定を出してくれたので前節のようなことには、ならず、ただ流れは清水が保持し続けています。そんな中で失点。そして岡崎が犬と接触して左膝を負傷。交代となります。今季逆転勝ちがないロアッソと逆転負けがない清水。そしてハマらない相手には本当に弱いロアッソ。そんな中でコーナーから阿部がサイドヘディングを叩き込みます。伊藤の試合後インタビューからもおそらく阿部のヘディングを権田が書き出し、ましたが、おそらくこの時点でラインは超えていたんだと思います。流れの悪さを考えても前半の終わり方は最高だったね。後半は打って変わってロアッソがペースを握りましたね。本当に嘘みたいよね。高い位置で奪ってショートカウンターで勝ち越し。そして伊藤の強烈なミドルで3点目となりました。その後、清水の猛攻もしのぎきり試合終了となりました。正直前半あれだけ清水に振り回されて滅多に見ない上村が足をつる。そんな中でも失点せずに抑えられたのは大きな収穫です。いやーにしても清水は強かった。ロアッソってボールサイドに人を集めて攻める。そしてプレスで奪うが、基本ですが、清水はいい意味で選手の距離感を近づけすぎずにプレーしますね。技術の高さと視野の広さ。プレスを平然とかわして逆サイドまでボールを届けられます。相性は良くないですね。まあこれは J1 常連チーム全般に言えますが。J3 の時もそんな感じだった宮崎とは相性良くなかったもんね。ですね。多分その辺が去年 SNS なんかでロアッソのサッカーは J1 では通用しないと言われた理由なんでしょう。ただハーフタイムに修正できたのは良かったところですね。
ただ強くなるには少しずつでも前半のうちに修正していかなければいけない、とも感じます。まあそんなことは一旦置いておいて、これで勝ち点46。21位の大宮が明日負けたら残留確定です。引き分けでも得失点差が25あるので、残り2節でロアッソが2試合連続で、6点差で負けて大宮が6点差で勝ってもひっくり返りません。次節は祝日金曜日にアウェイ甲府戦。今季も残り2試合。残り全部勝って終わりたいですね。そしていい加減に南雄太の動画作らねば。とここで動画終わるつもりだったのですが、X を見たら伊藤がロアッソの、歴代得点ランク6位になりましたとのポストがありました。それは喜ばしいことですが、順位を見ると微妙な気分になります。なんで？歴代なのに3位の高橋豊と5位の谷口海斗。この2人は1シーズンでの得点記録なんですよね。高橋は JFL 時代から3年在籍していますが、J での記録としては1年です。谷口は確かに得点王でしたし、すごいのですがやっぱり複数シーズン活躍、しないと乗らないランキングになっていってほしいですね。移籍が活発化して長く引き止めるのが難しくなっているけどそうだね。そんな魅力のあるチームにしていきたい。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。